北の外れの長く使われてない小屋みたいな家に、どこか学者みたいな、それとも普通の学生か、誰か住み始めた。例えば昔住んでた家族の街に出てたその子の子とか、見たことのない本や何かが壁いっぱいの本棚に並んでる。実際それを見た人はいないけど、それでよかった、そのままの It's my home。 ララ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 ラ、朝近所の人が野菜を置いてくと、子供たちが学校から帰る頃に、ありがとうと書いた紙が、木の実で作った昆虫と置いてある。そんな日々がゆっくり流れてた、それでよかった、そのままの It's my home。 そして子供たちも大きくなり、ありがとうの紙も木の札になり、実際それを見た人はいないけど、それが僕のそのままの It's my home。今はまた誰もいないままの It's my home。